網戸から吹き込む夏のそよ風に揺れるは股間の肉風鈴かな。いや、いいんじゃないだろうか。金玉を肉風鈴にしてですね。いや、なかなかのもんじゃないこれは。すごいですね。なあ。初めて聞きましたもん。金玉を肉風鈴と、例えたのは、俺聞いたことない人生で。初めて。